はい、レザーズ常任のニコです。こんばんは。レザークラフトやってますか？うん。いつも YouTube 見ていただいてありがとうございます。今日はですね、お財布とかカバンとか、やっぱりなるべく高く売りたいじゃないですか。その、お財布、前にね、財布を10万円で売る方法って、いう動画を上げたんですけど、結構見てくれてますね、あれは。1000回近く。今回はね、まあそれと一緒で内容をもう一回やろうかなと思って、高くなるべく売る方法ね、そちらの方を、お話したいと思います。よろしくお願いします。例えばね、そうやな、このうちのお財布こちら、まあ根性ちょっと変わってるけど、ベースが3枚なんですよね。このお財布ってきなりやったらもうちょい安いか。あ、きなりが3枚、うん、3枚なんですよ。で、これコンチョは違うんですけど、普通はこのコンチョが付いてます。で、このシルバーのやつ、これね4000円とか5000円するんで、これは高いですけど、普通はこれ付いてるんですよね。まあ、こっちで見せようか。で、このロープ、このロープが、8000円ぐらいかな。なので4万円弱でこれが買えるんですよ。で、こちら財布だけで73,480円。そう、結構いい値段するでしょ。これだってロープつけて、これも大きいのとか、コンチョとかね、大きいのつけたらもう10万円とか。まあロープ一つ、このね、何だっけ、フリーメイソンチェーン、ヴィンテージのチェーン、こちらにしたらこれ3万円なんで、もう10万円いきますよね。この違い、うん、でうちはね、もともとそうはね、今財布そんなに売れないですけど、12、3万円ぐらいがベースでしたね。今まで平均、このやっぱりね、ロングウォレット買う人は8万か10万ぐらい、平均いただいてますね。うん、まあ客単価ってやつですね。で、これ一体どうなってるのかっていうことなんですけど、これ3万円じゃないですか。で、まあこれもいいんですよね、きなりも。これもまあ3年、4年ぐらい使ったやつなんですけど、いいんですけど、やっぱりね、こういうのを見せてるんで、きなりの商品、実を言うと、うちあんまないんですよ。ベルトに関してもないし、財布に関しても、きなりでそのまま作ってるやつってないんですよ。久しぶりになんかきなり作ろうかなって思うんですけど、きなりって焼けるんでね、蛍光灯とかでも。なので、あんまり、店に置いときたくないな、みたいなことがあって、きなり欲しい人は、まあ、作ります。でも、僕、手染めを売りにしてるんで、お客さん、大体、色染めようと。いう感じになりますね。うん、で、きなりがないんですけど、まあきなりからこちらの色、例えばこういう色にする場合は、例えばこれで、カラーで15,000円とか1万円ぐらいいただいてて、今ちょっと安くしたんでね、1万円ぐらいで、カービング、この音符、これグレッチっていう、グレッチとか、ギターの F ホールをイメージしてるんですけど、これが、まあ、5000円で、中にもカービング書いてあるな。あ、中にもイーグル、これ5000円やったりで、そうですね、だから5000円、5000円、1万円なんで、ここで2万円上がってるでしょ。んで、コンチョ、これが6800円。今このコンチョもうちょい高くなったんじゃないかな、8000円だったんじゃないかな、8000円。あ、だからこれ値段変わってますね。でもせっかくなんでね、この値段でいこうかな。で、8800円で、ドロップハンド1200円で、こっちのコンチョ1000円ですね。うん、こんな感じかな。それだけでやっぱり5万、6万、7万ぐらいいきますよね。で、このロープにしたらもう10万ぐらいっていう風に、自分のそのこれぐらいやったら、皆さんもできるじゃないですか。やっぱりね、商品こう作って並べるにしろ、やっぱりシンプルなやつとちょっとあの個体数を並べとくんですよ。ほんだらお客さん、なんていうの、選びやすいじゃないですか。ね、お店にはこれしかなくて、これできるなんていうのはお客さん思わないんで、うん、想像つかないんで、いつまでもこれが売れてしまうんですよ。なので、
本もだって作れるんで、これを並べてる方がやっぱりこの雰囲気を気に入った人は、例えばこれを青系とか、ここを違うカービングとか、そういうふうに想像しますんで、そういう風にやる方がその金額をどん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 、カバンとかも、きなりのカバンとかは、まあまあ、あんま置いてるとこ見えへんけど、じゃなく、そのちょっと凝った感じで置いとくと、あ、これぐらいで大体10万円ぐらいなんや、ほんで高校のこれがいらんからこれ外したら8万円ぐらいかなとか、うん、じゃあベースなんぼやねんっていう。カバンも大体ね、3万円ぐらいからあります、小さい。カバンに関してはね、うちはサイズオーダー、やっぱりカバンって自分の使いたいサイズがあるじゃないですか。どうせうちみたいに1から作るんやったら、使いたい大きさのカバンを作って差し上げたいんで、あんまりカバンをねお店に置いてないですよ、今は一つもないですね。はい、これはさすがにあかんので1個ぐらいは作ろうかなって最近思ってますけど。で、そのサイズオーダーしていただいて、そこからここ本なら1枚もやけど、通常は、まあ、上と下で2枚も、先日インスタに出したような2枚にしたり、どっかに輪に入れたり、ポケットつけたり、じゃあシルバー入れたり、モスとかもいろいろとできますしっていう風にしていったら、こう一つ一つ金額と取れるじゃないですか。で、その金額をその明確に出せるように、まあ僕お店やってるんでね、その点々点とお店にね、いろんなそのやつがあるんですよ。色でもこんな色だったり、こんな色いて、色だったらまあまあ何十色ってあるじゃないですか。例えばこのベースで色青系がいいって言ったら、青っぽいのお店で探して、こんな色どうですかとか、ちょっとこれは凝ってるんでこれプラスアルファになりますねとか、例えばイーグルカービングするやつだったら、イーグルこんなカービングできますよとか、表入れます中入れますとか、スタンピング、カービングじゃなくてスタンピングだ、スタンピングここにバーってやりましょうかって、それを見せながらっていう風にできるんですよね。うん、だから予算いつもね、その財布欲しいんですけどって来たら、だいたい予算10万あったらフルセットで買えますよって。で、実際ね、10万って言ってても10万いただかんことが多いです。それなんでかっていうと、大体お財布で、そうですね、10万いこう思ったら全然いけるんですけど、ここワインとかに変えたらもう2万円ぐらいアップするし、根性をね、ちょっと下げるというか、最初はシンプルなやつをおすすめするんですよ。で、それはなんでかっていうと、それで大体8万円とか9万円とか、大体そこら辺に収まるんですよ。やっぱり10万円って言ってて、10万円全部使うより8万円とか9万円ぐらいに抑えてあげて、で、根性はまたその次の機会、何かその頑張った時に2、3ヶ月後とかに根性変えましょうって言ってたら、お客さんって自分でどんな根性が似合うかなってこう楽しみながら想像するじゃないですか。そういう時間も持ってほしいなと思って、ほんで、ね、2、3ヶ月後やっぱ根性つけたいなって言ってくるじゃないですか。で、その時にメンテナンスもできるし、1回目のメンテナンスって大事なんですよね。皮って痩せるじゃないですか。皮痩せって作ってはる人は分かると思うけど、皮がだ網目状に繊維があるがだんだん締まってくるでしょ、使っていくと。ほんならネジとかくるくる回り出すじゃないですか、ボンドで止めてないんで、それとかも全部見れるんで、ほんで使い方も大体分かるんで、ほんでここちょっとこう擦れてるんで、ちょっと使い方としてはまずいんで、小銭入れ持った方がいいですよとか、ここ補修しましょうかとか、あとつける位置を変えましょうかとか、いろいろ言えるんですよね。なんか1回目2、3ヶ月後に来てもらうのがいいんで、1回このままねバーンってもう完成して渡してもらうと、もうそのまんまねキーヒン人っていうか、なかなかキーヒン来店するきっかけがないんで、来ない人がおって、そうなるとやっぱ根性が外れたとかね、擦れたまんまとか、そういうのが多いんでね、ほんならオイルメンテナンスしてなかったり、1年後とかに来た時にね、それが嫌なんで、大体その根性はいつでもネジなんで変えれるんで、もうとりあえずシンプルなにすることが多いです。ほんならまあまあ1万円2万円下がったりするんでっていう感じでね、お財布、カバン、自分のその作ってる作品を
まあマックス何歩までいけるかっていうか、そのどんなことがやれるかっていうのを、お客さんに分かりやすくするための工夫っていうのは、なんていうんやろな、例えばベースとかで売ってたとしても、いろんなパターンを出してたら、シンプルなんがあったとしても、これをベースにこんなんできますよとか、僕あのインスタの DM とかで、あのこんなん欲しいんですけどって、メール来たりするんですよね。そういう時もね、写真でやり取りしますね。これこんな感じです、こんな感じです、これとこれ組み合わせて、本来こんな感じになると思います。で、最高はあの絵に描いて、ラフ画描いてとかもありますけど、やっぱそうやった方が話スムーズですよね。やっぱお客さんってその革のことやっぱりあんまりやっぱ知らないんで、どこまで、こちら側が提案できるかなんですよ。提案したらするだけ、その制約率、購入してくれる率が変わってくると僕は思ってるんで、なるべくそういう風に考えていろいろやってます。うん、こんな感じかね今日は。財布かっこいいでしょ。これが7万円ね、これが3万円、まあきなりいいんですけどね。で N モデルがね、もうだいぶと、今、3つしかないんか売ってるやつなんで、そろそろね久しぶりに作ろうかなと思ってます。次ぐらいの動画ぐらいは N モデルを作る動画にしようかな。うん、どうですかね。よし、今日はこんな感じで、ありがとうございました。では。